おはようございます。11月3日になりました。今日は木曜日ですね。朝6時7分の相場解説をお届けします。この放送は FX オリガルヒの皆様と総可塾限定動画をご覧の方にお送りしております。まず、冷やしを見ていきたいんですけども、下髭が目立つことがもうお分かりだと思います。そして直近も材料があったとはいえ、それも込みで下髭を大きく出して、今、こちらに陰線を作ってますね。つまりは、下方に まあ、進む、何ですかね、エネルギーはもうね、ほとんどなくなっていって、これから上昇に向かうしかないのかなと思いますので、えー、ここ、一貫の仮説通り152円に向かうんではないかなというふうに考えます。希望的観測もね、ありますけども、もちろんテクニカルがきちんと働いてますね。で、4時間になってくるとそれが入実にめられていて、下に下がっていったんだけども、でもここで強く、 強く下が否定されて、陽線になってますよね。次、上に抜けようとするわけですよ。で、FOMC が深夜の3時になって、3時半から記者会見だったんですけども、それがここに多分に現れてるんですが、結果、下に行くエネルギーが全部、髭によって消されて、上昇のマインドだけは残ってるということになります。じゃあ、1時間ですね。注目の1時間ですが、どんな形になっているでしょうか。さあ、どうでしょうか。深夜3時。 材料があった時間帯はこういう風になっていって大きく下に潜ったんで紐を冷やしたんですが20分ぐらいの間にですね急速に戻っていってそっからというものを上昇していったわけなんですよ、ね、これを見るとですねままあ、様々なこと言えますけどもまずこういう風にレンジを取ることができますレンジの頭は当然ここなんですが下はですねここの実体が重なったところこれが積み足になっているところなんですけども このように横に結ぶことができるのかなと思います146円の940ですね一時期145円台まで行ったんですけどももうそういうことはないでしょうそして上昇格なんですけどもここが天井ですつまり上下え本当にぴったり1年の1円のレンジが引かれたかなってことこですよねあっという間にブレイクして上に向かう可能性もありますんでそれだけ注意しながらこのレンジブレイクあレンジオプションですかこちらの方をやっていきましょう はい。まあ、深夜3時台はね、ちょっとひどい目に遭いましたけども、私なりに、いろいろと、振り切って、6時から新しい気持ちで再開していこうと思います。よろしくお願いします。